はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ジャックアトラスです。耐えたさっきですね、あの制限書いてありまして、ごめんなさい、ちょっと公開するタイミング多分結構後ろになっちゃうかもしれないですけど、この動画カラミティ君生存確定しました。やりました禁止になると思ってたんですけどね、このモンスター、まあ、主には超寿命者というデッキからまあめっちゃ飛んできてクソ強えと、結構誘発貫通したりドロバ貫通したりなんかいろいろして絡みで出してきてマジでやばいっていう動きがあったと思うんですけども、なんか別に使っていいですよっていう話になってまして、今これシングル戦で許されているカードパワーじゃないなって僕ずっと思ってるんですけど、なんか使っていいらしいんですよ。ということで今日はですね、あのレッドデーモンズデッキで、カラミティを出すと、まあ、これが正当の出し方ですからね。レッドデモカラミティってちなみにこの出てきた時、相手もこのターンなんかフィールドで発動する効果何も発動できないっていう激キモ効果があるんですけども、これシンクロ召喚した時に発動できる効果なんですよ。だから自分のターンでこいつを出しに行って、まあ相手のまあ盤面のカードを無力化してもいいですし、あと相手のターンに出してもいいんですけど、相手のターンに出す方法は結構赤き竜とかが主流になってると思うんですが、一応ねビーステッドを採用することによって相手のターンで出せるんですよ、レッドデーモンズデッキでも。てか逆に言うとレッドデーモンズデッキでも相手のターンにシンクロする闇属性ドラゴン族シンクロモンスターとかあんまいないから、こいつ入れないと多分なんか無理なんじゃないかと思ってんだけど、レッドデーモンズデッキにビーステッドを出張させた深淵レッドデーモンズっていうデッキ、これに要はルベリオンでサーチっていうか置けるエチュードっていうカードですね。これエチュードは何するかっていうと、相手のターンと自分のターンでフリーチェーンでドラゴン族モンスター含むフィールドモンスターで素材をにしてシンクロ召喚できるよっていう効果があって、これでまあ例えばカラミティとかディスパテルとかこういうのモンスターを相手のターンで出していくっていう動きをできるんですね。はい、これを今日は狙っていきますと。だからまあ基本ムーブはあんま変わってなくて、ソウルリゾネーター1枚初動で動いていくことになるんですけども、まあ、ソウルリゾネータープラス、ルベリオンとか、ソウルリゾネータープラスサロニールみたいなあのハンドだと、基本的には、盤面が、相手のターンにカラミティができつつ盤面作れるよみたいな感じのデッキとなってます。はい、回し方はご覧いただければと思いますのでやっていきましょう。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。こいつがエンタメカバーを置いておいて、デュエルスタンバイ。ハンドは強いね。これはね、一応何もなければなんだけど、相手が、一応最強ハンドと言えると思います。なんかとりあえずうららとかゾウジーとかなさそうなチェーンしてるけど大丈夫か。コールリゾネッタ発動するぞ、まあ、無限保養とかエフェクトペーラーか。あとはソウルリゾネッタ持ってくれ。リゾネッタ召喚なんかありますか。通っていく。ちょあと2ビルだけなんだけど、まあ、2ビルもね、一応抹殺あるんで俺入れてたっけなちょっと待って、2ビル入れてたかどうかだけちょっと確認したい。これさ、対戦中にさ自分のデッキのレシピ確認できる機能欲しくね。これ毎回思ってんだけど、これエチュードでいいや。毎回思ってんだけど、これさデッキのさ中にさ何入ってたっけってなることない。抹殺のシミュレーションの時めっちゃあるんだけど、これ俺2ビルとかエフェクトフェイラー俺これ入れてたっけなみたいなまあそれぐらい覚えとけよみたいな話あるんだけど、俺めっちゃあるんだよね。決め打ちで抹殺打って抹殺無駄打ちしたこと何回もあります。はい、でレッドライジングドラゴンの効果、これはね多分ね、俺があるかもしれないな。毎日違うデッキ使ってっから記憶力が曖昧になってるっていうのがあるかもしれない。うん、クリムゾーンリゾネータ発動。ですね、毎日違うデッキ使ってるって冷静に考えてさ、デッキの連動上がるわけなくね毎回適当に回してるからビジョンとシンクロを出していく。ほんでですね、まずいったスカーレットいきましょうか。これはビジョンリゾネーターよりもこっちの方がいいな。ちょっと待って、2を除外してディスパテルで回収する動きをしないといけないので、スカーレットデーモン出します。で、ザ・ビーステッドマグナムーティングを出していく。でクリムゾンを除外して出す。はい、でマグナムーと効果。いやビーステッドもワンチャンあれだよな、規制される可能性あるよな。ちょっとねまだね、これ撮影日現在3月の25日とかなんで、制限とか来てないんですけど全くまだ何一つわかりません。
で、ザ・ヴィンセント・ルベリオの効果を起動、楽園の獣を置く、でディスパテル1回出す。これ獣を置いておくことによってさっきそのサロニールで送っておいたエチュードがね、墓地から帰ってくるみたいな話あるんでね。でビジョン・リゾネーターの効果を起動してクリムゾン・ヘルガイアを持ってくる。で、レベル8のスカーレット・デーモンにレベル1のシンクロリゾネーターをチューニング、シンクロ召喚、エンマリュー・レッド・デーモン・ガビス H1 シンクロリゾネーターの効果で回収はビジョン・リゾネーター、そしてレッドデーモンズドラゴン扱いのスカーレットデーモンの効果、王者の鼓動、今ここに出ております、天地冥土の力を見るがいい、シンクロ召喚250円、レッドデーモンズドラゴンって今レッドデーモンズドラゴンっていくらなんだろうもっと安そうだけどな、なんかほんとストレージで10円とかで売ってそう。で、クリムゾンリゾネーターを特殊召喚 OK で、クリムゾンヘルガイアを発動、クリムゾンヘルガイアの効果によって敵からデモンズゴーレムをセットすることができるぞ。待って、ちょ、これさ、あまりにもさ、多すぎて、ちょ、抹殺伏せれねえわ、これ。多分。抹殺伏せる余力がない可能性が高い。ちょっと、まあ、いっか。ナッソなんで。これでエンドフェイズ、あ、2ビルないですね。はい。で、楽園の獣発動しまして、エチュード置きますと。はい。伏せ多すぎだろ。で、ビーステッドマグナムートの効果で、まあ、バルドレイクでいいですかね。バルドレイク持ってきて、で、レッドデーモンズドラゴンの効果で全部パスする効果をく、なんだっけ、ソウルリゾルタ耐える。OK。で、相手のドローフェイズ、エチュード効果発動します。はい、エチュード効果発動します。今何が起きてるか分かりますか？レベル8のドラゴン族シンクロモンスターとレベル2のチューナーとレベル2のチューナーがいるんですよ。はい。さようなら。楽しいデュエルだったよ。いけエンバリオレッドデーモンカラミティこれは正規の召喚なんで、実質これも正規の出し方なんで許してください。赤木竜とかいうインチキ召喚使ってないから、これちゃんと出してるから、素材的にはリゾネーターとレッドデーモンだからね、出してる方法。あ、なるほど、ジャンクオーバーターいいだろう。これは正規の方法なので許される謎理論。赤き竜とかいうインチキ召喚は、ね、許されないと思ってるんですけど、これでちゃんと出してるからもう許してください。はい、さあ、お相手しシンクロン系ですかね。はいはい、まあ、それ効果使えないですけどね。はい、ちなみにこれ返せるのなんか 12cc アーゼウスくらいとか言われてるんですけども、 12cc アーゼウスもなんかデモンズゴーレムで吹き飛ばせばいいって話あるんで、多分何しても返せないんじゃないかって話あります、これ。はい遊戯王って神ゲーだな。うわ、なんか高校最強ハンドみたいに来たんやん、これ。初動1枚あります。B セットあります。うらら G あります。これさすがに強ない。サーキュラー？あのデッキガム入ってねえだろ。ちょ、G 投げていいか。さすがに。まあ、墓穴打たれたらそらそらしょうがねえな。さあ、高校ゲーム参加権が通るかゲーミング。高校ゲーム参加権、あ、通らないゲーミングね。OK。通らないゲーミング。これで俺でもさ、これ墓穴マスターって言われて、うららも吹き飛ばされたこと何回もあるんで、まあ、ちょっとまだ鹿島は禁物といったところですね。ビーステッドはこれちなみにマグナムートの場合は打っていいな。マグナムートの場合は多分打っていい。多分1体分しかビーステッド供給できない場合はダメだと思うんだけど、これもう相手うらら打ってるから多分うらら打ってないじゃん。だからマグナムートで次のビーステッドに予約しながらシグマ除外した方がいいんだよな、これ。1枚しかない場合はどこに打つかね、結構貫通されるパターンがあるからね、難しいところなんだけど、多分マグナムートの場合は打っていい。で、エンドフェイズサーチ入れますよと。はい。さあ、ホワイト結構これ、辛いだろ。これもうマグナムートでビーステッド予約されてるの、まあまあ辛いと思うけど、これ。あー、新玉ね。なるほど。新玉、先玉、ダランベルシアンムーブかな。ビーステッド含めると、まあ、ある程度は誘発入ってるという言い方はできるんだけどね。まあ、ちょっと超獣武者とかに全く刺さんねえから、超獣武者とかあとはまあスネークアイとかにはあんまり、ね、刺さんないんですよね。ちょ、スネークアイにはね、ちょっとマスカレーナ除外するとかはあるかもしれないけど、ダランベルシアンの効果デッキから残機カード1枚を手札に加えていく。まあ、これさすがにうららっていいよな。召喚権使った、まあ、これうららって打っていいね。打っていい。
まあ、これ多分ほぼもうこれで止まってくれんじゃねえの。なんかもう一体特殊召喚できるモンスターがいると一応リンクとかはできるかなって感じだよね。ああ、まあ、ただ多分ねそんなにヤバい展開にはなんないんじゃないかという。ああ先玉か、なるほど先玉。これで俺パラレルエクシードって言われたら大パンするぞ。さすがにパラエクは大パンしちゃう僕。アラミラージさあ引いてるかどうか。これ引いてたら手札強すぎるな。あ引いてなそうだな、引いてなさそうだな。なるほど、ってことはこれあれか、2体であるメイジってみたいな話か。はい2体で、あメイジですね。なるほど、でメイジ蘇生リンクレコーダー、レコーダーとメイジでトランスみたいな感じでリンク5とかかな。なんか一応ネオテンくらいまではいけそうだね。相手トランスヒートか、これあ違えか、これネオテンか。あーなるほど、トランスヒートはネオテン多分結構相手選べた感じするけど、ファイアウォールドラゴンネオテンペストでディセーブルムか。なるほど OK。 でもディセーブルム結局ビーステッドで除外されるけどな。まあ、マグナムーと効果起動します。まあ、これルベリオンでいいんじゃない。墓穴だったら撃ってる方もあれ墓穴じゃない、超過以上も別に撃てない。無限法要ですかね、あるとしたら。あとは多分あれ法要ですね、セットするカード法要か無限抹殺、あ無限抹殺じゃない、墓穴抹殺だったら多分撃ってると思うんで、まあ、無限法要読み。さあ効果起動、ドルイディングブルム、マホトップカード1回無効にできるんですよね。まあ、ちょっと1回ドルイドブルムで踏みに行きますか。あドルイドブルムじゃない、ルベリオンで、もうルベリオンで多分なんか楽園の獣置かれたらあの無限法要意味ないから撃つしかないんじゃないだってなあ。まあ、ドルイドブルム行くわ。はい、これあまりにもハンド強すぎて余裕でまくれると。でルベリオンで、ドルドブルム効果お前帰れっつって、お前帰れ、あで落とす、同じ属性として扱い、打点が2500上がるのはもう 今さらマジでどうでもいい。バトルフェイスじゃなければねモンスター効果受けるんで、あメレオロジックか、あ強いなそれ。なるほどやるやん、メレオロジックでアルベリオンが、おやるね君、なかなかやるね。なるほど、まあじゃあソウルリゾルタするしかないか。ソウルリゾルタ効果発動、あーはいはい了解しました、了承です。であるならば、ソウルリゾネーターが通らなかったので、こういう時のビジョンリゾネーターすべきマジ強いんだよね。うん、ここでさシンクロでレベル合わせにいけっから、スカーレットデーも行くじゃん、ビジョンとマグナムートでスカーレットデーモン行って、でスカーレットデーモンとビジョンリゾルタ効果発動して、これなんだろう、これなんかあんな、もう一枚のエフェクトベイラーとかが、この光ってのなんやこれ、なんかクロウとかその辺ちょっとわかんねえ。クリムゾンガイア発動、さあクリムゾンガイアによって圧倒的アドバンテージも稼いでいくぞ。魔法トラップカードセットの方がいいな。ビジョンリゾルタ効果使ってっから、これはまあデモンズゴーレムでいいかな。デモンズゴーレムセットですね。さあこれでバトルフェイズ、ちょっと8と3で出せる闇属性ドラゴン族シンクロモンスターは多分いないと思うので8と3で出せる闇属性ドラゴン族シンクロモンスターがいたら嬉しいんだけどね、めっちゃ。うんいないです、レベル11闇属性シンクロドラゴン族モンスターといないと思います。はい、汎用だったらいいけどね、最高エンドパニッシャーみたいな。ドラゴン族闇属性シンクロ芝居入るんでリゾネタで切って、あーベーラーでしょ、パラエクじゃねこれ手札、これ手札多分パラエク、これもともとディフェクトベーラー持ってて、で多分パラエク引いたんじゃね、これ破壊すればいいんじゃね。これ多分リンクさせたらさアドバンテージ稼がれる気すんだよな。ちょっとこっちか、レッドデーモンズドラゴン扱い、スカーレット破壊、あリリース、エフェクトベーラーぶっ込む、で両方とも返ってくると、レッドデーモンズ
ドラゴン蘇生、特召喚とクリムゾンヘルガイアでスカーレット蘇生。さあこの、無コストで無コストで2枚のカードが生えてくる最強コンボ、あ強すぎこれこれ強すぎだろ、これ強すぎじゃない、さすがに獣打って相手のカード破壊したら2枚モンスター生えてくるのやばすぎだろこの動き。まあそうなるよな、まあそうなるんだよな、まあそうなんよ、余計なことせず殴るか。アブソリュートパワーフォース。ちょっと今回はあの高校のハンドが強すぎましたね私の。おいなんだこのハンド、ふざけんな、何デッキだこれ何デッキやねんこれ。ちょさすがにさ、緑と赤だけは無理やで、まあ、コールリゾレーターとかあったら別なんだけど、ちょさすがにこれやばない、何このハンド。8-1、なるほど、ブレイバーか、なるほど、スネーク界でブレイバー出してくるの結構珍しいね。なるほど、ドロー系の、あーなるほどね、ドローしたいパターンデッキね、ろくなデッキじゃないことだけはわかるな。黄金色の竹光を2連打してくる、さすがにやばい、なんだこれ死ぬのか、なんだこれ、スネークアイデッキに限りなく近く見せかけたゴミデッキの可能性あるぞ、ポップレスまあでも出てきてるモンスター強いけど、竹光入ってるとかどういうこと、レベル1のモンスターが5体来るぞユーマ何がだよ何が来るんだこれ、え何これ、いやアンチホープって何、てかアンチホープの前に俺のハンド、これなんだよこのハンド、何やねん、なんこれ、やべ、うんちホープとかいうモンスターにぶっ殺される、ちょまずい、え、あそっか、アンチホープはアンチホープでしか殴れねえのかおい、なんか生きたぞ、なんであのデッキ耐えたんだが、なんか奇跡起きるかこれ、何それ、なんかアンチホープのデメリット効果のせいでワンキル取るじゃないやん、これなんか奇跡起こすしかねえか、サロニール効果でディアベルスター除外する、これワンドローでモンスター生き物引いてスモールワールドもう一回ぶち込むしかねえってこと、じゃあフクラクインからのディアベルスター戻す、あーマグナムート、マグナムートってこれ変換できんのか、なんか変換できそうだな、マグナムート、これボーンでソウルか、ボーンソウル、これ結構あれだよね、リゾネーターってやっぱスモールワールドとはめっちゃ相性いいんだけどさ、と枠がねちょっと誘発枠だいぶ削って入れてるんでスモールワールド、うん、そこが強いんだけどちょっと枠がないという話はありますね。ソウルリゾネーター、おいきっしょいな、なんだこのデッキなんだこのデッキ、メインフェーズ終了前俺初めてだわ、初めて楽園の獣で絶望神アンチオープン破壊したわえ、初めての実績を解除しました、楽園の獣でアンチオープンを破壊する、この実績持ってる人います、お前それサモンリミッターなかったら負けてるからな、多分それマジで、それアンチオープンじゃなくてサモンリミッターだから、サモンリミッターデッキ